やってきたのは二本松市にある井上窯。江戸時代から続く二本松焼の歴史と伝統を受け継ぐ唯一の窯元です。こんにちは。いらっしゃいませ。今日どうぞよろしくお願いします。こちらはこの道54年井上窯2代目の井上義雄さんです。二本松焼は茶碗や皿など使い勝手のいい日用品が多く、釉薬が塗られ全体的に光沢があるのが特徴です。ルーツは江戸時代初期、二本松藩初代藩主丹羽光重が城の大改築を行った時に由来します。その時工事に参加した瓦職人が工事を終え、後に鉢などの日用品を作り始めたのが二本松焼のルーツと言われているんです。以来350年以上も受け継がれています。井上さんが作る焼き物にはこんな特徴が。亀甲の面取り、六角形になるように面を取っていくんですけど、ね、こういった模様が井上さん自身の特徴。そうですね、その持った時にピタッと手に収まる。特に酒の器だとピタッと収まってこううまく飲めるんですよ。これで飲むといいですよ。美味しいお酒が飲めるんですね。二本松焼の中でも江戸時代末期に誕生し盛んに作られるようになったのが二本松萬古焼。二本松焼とは具体的にどんなところが違うんですか？二本松焼は主に生活用品、はい、これちょっとかなり手間のかかったものを作ってたから一般の人たちには使われないような値段がついてた。作り方にもこんな特徴が。萬古焼はね、基本的には木型を使ったものが多いんですけど、はい、結構年季が、そう年季が入ってた、はい、これいつぐらいから使われていたもの。これは江戸末期ですから、はあ、一番多かったのは明治以降、廃藩置県があって、はい、武士が武士でなくなったと、生活のために焼き物を始める。で始まった武士たちが自分なりの木型を作っていくという。この木型っていうのは今も使ってるんですか？使ってます、使ってます。あ、使ってる、ええ、すごい。ということで作業場にお邪魔し制作の様子を見せていただくことに。ここが私の木型で作る仕事場。あ、なるほど。作っていただくのはこちらの急須。使用する木型は147年前明治8年に作られた大変貴重なものです。まずはこのように粘土を型に沿って切っていきます。木型に粘土がつかないようにするため和紙を貼り付けます。そして粘土を木型に巻いていきます。最後に急須の底当て、さらに口となる部分をつけたら木型を外します。うわ、そうやって外すんだ。あ、すごい、結構細かい作業が手作業で続いてきますね。これが唯一残っている。そうですね、だから福島県ではもうここでしかできない。あ、せっかくある文化的なものを残していきたいなっていう、うん。そんな二本松焼の伝統を娘の舞さんも受け継いでいます。こちらは舞さんが作った焼き物の数々、彩りや模様など優しい感性が光るものばかりです。可愛らしい。可愛いですね、お花の模様とか結構カラフルですね。その模様ってハンコでつけているんですけど、そのハンコも自分で作っております。でも日本松焼きとしてこういったハンコでっていうスタイルはどうなんですか？実は日本松焼き、日本松萬古焼きの急須とか湯飲みって、はい、梅の花の模様がついているのが特徴だったりするんですけど、はい、その梅の花から実はスタンプが生まれたというか、そこから始まった、はい、始まった感じです。舞さんは日本松焼きのアクセサリーも作っています。特にこの辺って実はリバーシブルになってて、本当だ、そう、二通り使えるっていう、裏表で全然デザイン違いますね。そうなんです。
また舞さんは二本松焼きをより身近に感じてもらうと陶芸教室も開いています。なるほど。私もお皿作りを体験させていただくことに。さて、今日はしっかりご飯は食べてきましたか？食べてきました。よかったです、はい、そこから始まるんですか？そうなんです。実は、力使うのでしっかり食べてないとちゃんと作れない、はい、力が出ないのでいつも確認します。あ、チョコパン食べてきました。栄養あるかな。まずは粘土を手のひらで叩きながら伸ばしていきます。そしたら、はい、ここからお皿に仕上げるメインイベントがございます、はい、粘土の板をまず持ち上げます、はい、で今指と指の間空いてますので、はい、そこをくっつける。それを5ミリぐらいずつ少しずつやっていきます、はい、難しい。で今一周しました、はい、ちょっと上がったのが分かりました。あ、本当だ、はいはいはい、これ持って持ち上げちゃって、はい、斜めじゃなくて直角です。直角、あ、直角、指が直角ですよね。お皿切れそうだと思います、うん、どうしようと思った。粘土の板に対して直角にした状態で5ミリぐらい空いてるのをこんにちはしててください。はい、いや結構縮まっていった。縮まっていった、よかった。お、縮まっていけば上がってるはずです。なるほど、上がってます。はい、上がってます。本当だ、手が通ったところ上がってますね。そう、このように縁の部分を全体的に立ち上げたら同じ高さになるように調整していきます。そして舞さん手作りのハンコで模様をつけたら。楽しそう。あ、どうですか？どうですか？私は結構嬉しいです。あ、結構、あ、いいんじゃないかと思いました。思いました。じゃあいいんじゃないでしょうか。かわいい。こうやって経験してみると違いますね。自分で体験してみて、うん、陶芸の良さとか陶器を使うことの良さが分かっていただけたら嬉しいなと思います。これからどんな風に継いでいきたいと思われますか？伝統の大切なところはそのまま残していくけど、新しいものを加えていくこともありだなと思っていて、だから新しいものを取り入れてやっていけたらいいなと思ってます。